キリボーイは韓国のラッパーである。2011年11月18日、ジャスト・ミュージックと契約を締結すると同時にデジタルシングル、ユー、so ・ルックソ・グッドツーメでデビューした。自身がプロデュースした曲には、GR、または GR ボーイというシグネチャーサウンドが使用される。1991年1月24日、ソウル特別指導ミネク、チャンドン州生まれ。 家族構成は、父、母、弟。国際芸術大学、実用音楽科、ヒップホップ専攻出身。昔から絵を描いたり楽器を演奏することに興味があったが、どれも習うのにお金がかかるため、身一つで始められるラップを選択した。もともとは漫画家が夢だったが、高一でインターネットサイトのラップを見て目覚め、実用音楽科に通いながら作曲も勉強した。 アグリーダックがギリボイの音楽を聴き、スーインスに推薦して、ジャストミュージックに入ることになった。例過国語、ギリ、コジボイ、ホグボイなど、多くのあだ名を持つ。ギリボイの名前の由来は、イコールゼントが見えるだと知られているが、実際は、何の意味もない。インタビューでよく聞かれるため、先輩からの助言を受け、間に合わせで作ったもの。幼い頃からファレル・ウィリアムスが好きで、 影響を受けている。ブラックミラー、ハ、は、ー、あ、世界で一つの彼女などの非現実的な内容の映画やドラマを好む。漫画のコレクションをすることが趣味で、ワンピース、ベルセルク、陸道を好きな作品として挙げており、自身のミュージックビデオにもワンピースの単行本が登場している。二千十四年、二千十五年、二千十六年、二千十七年、二千十八年、二千十九年、二千二十年。 AB ギリボーイ日本が好き結婚したいベベ独占インタビューで語るベベ2019年11月19日閲覧 AB アイオン P ハイプビースト KR 2019年11月19日閲覧 ABCD ヒップホップル2019年11月19日閲覧サバイバル番組 ショーエム m ーザマネー77712月よりネットにて日本初放送決定。クスタイル2019年11月10日閲覧。ザクワイエットからギリボーイまで高等。ラッパーシーズン3のプロデューサーに決定。2月末より放送スタート。クスタイル2019年11月18日閲覧。ショーエム m ーザマネー87月26日から放送スタート。 豪華プロデューサー陣を公開。クスタイル2019年11月18日閲覧。ありがとうございます。